今日県内では新たに2253人が新型コロナウイルスに感染したことが発表されました新規感染者は県発表分が1304人静岡市発表分が436人浜松市発表分が513人で合わせて2253人です先週土曜日よりも1252人減り 10日連続で前の週の同じ曜日を下回っています死者は12人で累計は1240人となりました病床使用率は県全体で69%です